例えば一番分かりやすいのがピッチャーがよくまっすぐ立てって言われたりするんですけれども、はい、実際にピタッて止まる位置に立つってよりも足がトップに行く頃にはもう少し体って崩れ始めてるんですね。バランス取るのが上手な選手って裏を返すと上手に崩せるっていうことにもなっていくんですよね。っていうのはバランス取るのが下手な子ってバランスを取らなきゃいけないことに必死で真ん中に真ん中に体集めようとしすぎちゃって止まることに必死になっちゃうんですけれども、野球って完全静止の状態ってほとんどないので、その不安定な中でも方向を規定する、足を上げて不安定なんですけど体を真横に動かすみたいな、こういう方向の規定をしなきゃいけないので、野球の中でこうバランスのセンサーが足りないことによって起こるのは固まっちゃったりとか方向のズレが起こるっていうところが一つ大きなエラーかなと。ターニングポイントからあなたへ質問です。お子さんのトレーニング方法に悩んでいませんか？プロ野球選手を育てた名コーチたちのトレーニング方法、知りたくありませんか？選手たちの未来を変えられる配信イベントの開催が決定しました。大人のための少年野球塾2023、子供を伸ばすための集中講座。なんと参加費は無料です。参加方法は簡単、 URL から申し込むだけ。教え子をプロの世界へ送り出しているコーチ、プロ野球選手を教える野球塾のトレーナーなど、実績豊富な凄腕コーチ12人が生配信で実技解説いたします。皆様からの質問もリアルタイムで回答、あなたの悩みを解決へ導きます。開催日は11月27日から12月1日夜8時から2部開催で5日間連日配信、豪華な参加特典もご用意しています。ターニングポイントを初めてご利用する方々にはサービス内の数百本以上の動画すべてを無料で31日間視聴できる特典に加え、限定動画を収録した DVD にマガジンをプレゼントしちゃいます。すでにサービスをご利用してくださっている方々にも特典があります。12月4日から3週連続で限定動画をプレゼント。さらに今ならアンケートに回答していただいた方全員にフィールドフォース EC サイトで使用できる 10% オフクーポンを贈呈。もう一度お伝えいたします。参加方法は至ってシンプル、 URL から申し込むだけ。一歩だけ行動を起こして選手たちの未来を変えませんか？